この動画は運転士が電気機関車に乗り込むところから貨物列車が発車するまでを追った作品です。ここは JR 貨物安治川口駅です。今は土曜日のお昼ですが、作業が行われておらず、とても静かです。そんな中、一人の運転士が電気機関車に向かって歩いて行きます。この貨物列車にはすでにコンテナが連結されています。手羽止めを外し、運転の準備を行うようですね。まずは運転席のドアを開けます。後ろ側のドアも開けていますね。換気のためでしょうか。この日の最高気温は約30度ですので、車内もかなり暑いと思われます。運転席に乗り込み、パンタグラフを上げます。禁煙にご協力お願いいたします。ライトとワイパーの確認を行います。運転支援システムの設定か情報の確認を行っているようですね。手元の資料で調べると、この貨物列車は14時45分発のようです。まだ発車まで50分近くありますね。係員による入念な確認作業が行われますね。この信号が早く青に変わることが待ち遠しいです。発車30分前、入れ替え動力車標識が消えました。運転士による最終の目視点検が行われます。全ての準備が完了し、あとは発車の時間を待つだけです。ついに発車の時間です。発車メロディーが流れ始めました。今日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。ライトがついてゆっくり動き始めます。終日禁煙となっています。駅構内でのタバコはご遠慮ください。禁煙にご協力お願いいたします。読み終えた新聞、雑誌、読み終えたジュースの空き缶、空き瓶などはお近くの子供の家に捨てていただきますよう、駅の以下にご協力をお願いします。お客様に車内での携帯電話の運用についてお願いいたします。入線座席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所では皆様のご協力をお願いします。
お願いいたします。吹田まで約45分の短い運転が始まりました。先ほどの時刻表を見ると新大阪駅まで急いで向かえば129号機をもう一度見ることができそうです。石工場駅と大阪駅で乗り換えて新大阪駅に到着しました。なんとか間に合いました。反射板ついてないですけど大丈夫でしょうか。まあもうすぐ吹田に着くので反射板がなくても大丈夫でしょうね。ご視聴ありがとうございました。